こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、スムーズなアクセント移動ということで、ちょっと質問もあったので、でこうアクセント移動ってね、なんかこうダウンストロークとかアップストロークっていう話をするんですけど、これちょっと基礎的なので、まずフルストロークっていうのがこうね、フルストロークっていうのはここからスタートして、こう要は90度ね、90度のとこからスタートして90度こう戻ってくるやつ、これがフルストロークと言います。でタップストロークっていうのは、まあ僕はこう構造さん、砂川沼構造さんになった時は7センチ以内、7センチ以上上げたら殴るって言われましたが、同じストロークです。要はスタートの位置からスタートの位置が上がってるだけで、同じところにバックしてくるのを、まあ相対的に考えてフルストロークとタップストロークと考えます。だから、普通は通常ノーマルの場合90度と、まあ僕の場合15度ぐらいでよく教えます。で音量っていうのは高さで変えるので、でこれをつなぐためにダウンストロークっていうのがあるんですね。ね、でアップストロークっていうのは、このこれをつなぐために7センチ以内からこう、これが一番不自然な動き、こう上げるタップストローク、これアップストロークって言うんだけど、ただこれって音質変わるんですよ。ダウンストロークって握りしめちゃう、これと例えばそのっていうのと音が濃くなりませんか。でロックの演奏なんかっていうのは全部ダウンストロークでいいんですよ。でいいのね。だけどジャズの場合はこれ使い分けます。全然雰囲気違うでしょ、同じ16ボーンってね。だから、こういう音色ってすごく大事なんですよ。そしたら僕が一時期こうアクセント移動してる時にダウンストロークを握りしめちゃうとこうなりがちじゃないですか。でもこれって握りしめてるんで、ここだけやたら音圧が強いんですね。これがなんかすごくこうアコースティックに混ざらない気がして、一時期すごい考えた時期があるんですけど、こう握りしめない、要は握りしめちゃうんではなくて、こう下でこうバンってバンとしたの下でポッて、なんかこう当たった後にこう押さえてあげるイメージ、これがダウンストロークで、ダウンストロークっていうのはだから本当の意味、まあダウンストロークっていうか、これは握りしめ込むタイプのダウンストロークもあれば、こうアクセントを自然にアクセントをつけるためにはこう下でこう、これを直線的にやっちゃうとものすごくこうつながりが悪くなるというか、全部弾んでって高さがボールの反すするのをこうアップストロークうまく使って、押さえつけるっていうか握りしめるというかは、下でちょっとこう上がらないようにこう当たってからちょっとこう上に制御してあげるっていうのと、上げるのはちょっとこう無理やりこう上げてあげる。アップストロークっていうのがいわゆるアップストロークの芸術って言われるぐらいで、要は僕が考えてるのは噴水と一緒でね、噴水ってこう結局そのポンプで上に上げるからその位置エネルギー使ってピューッとこうなったりするわけだ。上げるところは人為的なんです。人為的のがないとああいうこう芸術はできない。だからこれもそのまま放っとくと同じ音量しかできないけど、こうやって自分でエネルギーを上げてあげるみたいな。そしたらそこにアクセントが生まれて、でまたその生まれたアクセントを続けるんだったら、こう下でちょっとキャッチしてあげる。こういう風にするようになってから、同じ音色感での こうタタタタタこういう風に上がったり下がったりする感じ、そこの部分だけが急になんかアクセントが痛いじゃないですか、なんかやって感じがするっていう感覚ね。イメージ的にはこう
僕がこう教わったのはろうそくの火がこうずーっとなってて、でパチッパチッってなる感じ。で握りしめちゃうとろうそくの火が消えちゃうんですよ。なんでっていう感覚でこうアクセント移動する感じ。だからこうそれをゆっくりちゃんとできるようになってると、ポイントは多分その質問した方のポイントとしては、お答えするポイントとしては、その握りしめない、握りしめずにダウンストロークするっていうのをしっかり練習してもらうと多分うまくいくと思うんですよ。だから握りしめちゃうから多分早くなった時に握りし一個一個のアクセントごとに握りしめてたら多分間に合わないんですよ。なので高さだけをコントロールする。タタタタタタっていうこうこのずっとこのフロウソクの炎が消えないようにこうこういう風に音が跳ねたりしてる感じのイメージ。こう、バディリッチとかがアクセントでよくソロで使うんです。こうちゃんとトンってこう持ち上がってもちゃんとこう帰ってこれるように、こうジャンプしてもちゃんと着地できるように、ね、金メダルを取りましたけどね、あのスケートボードのスケートボードみたいなバーンってジャンプしてちゃんと下にこう着地するっていうイメージですね。なのでそのジャンプしただけじゃなくてちゃんと着地することも念頭に入れてこうそんだけ蹴るって感じ。だからアクセント移動っていうのは、アクセントっていうのは90度って言ってるんですけど、相対的なものなので、ここがフルストロークだったらここがタップストロークになりうるし、ここがフルストロークだったらここがタップストロークになりうるしっていう感覚で、要はそのこうそのアクセントはもうこれだけじゃなくて、その場に応じてこう音量って変わっていくじゃないですか。だから、メゾフォルテとかフォルテっていうのはどういうふうに考えてますかって言われた時に、まあデビッド・ガルビバリの教本はですね、こう15度ずつ分けてて、メゾフォルテが60度ぐらい。でもロックだとそれぐらいかなと本当に思うんですね。60度ぐらい。75度ぐらいがフォルテで、90度がフォルトシモ。で、全部15度ずつで。で、ピアノが15度、ピアニッシモが15度、ピアノが、30度。メゾピアノが45度っていうふうに考えるっていうふうに考えてるんですが、僕は音楽っていうのは相対的なものであると思ってて、例えば会話をしていて、その、図書館でのフォルテシモ。図書館の声だとすると通常の声はあのさぐらいの感じでしょ。それがそこでのメゾフォルテなんですよ。メゾフォルテっていうのは通常の音量なので、ね、メゾフォルテぐらい やや強くぐらい、あのさこの後さちょっとご飯行かないって言った時に、これがメゾフォルテぐらいだけど、あのさ聞こえないから、あのさでもフォルテシモこれぐらいになるんだけど、もし体感だとさあのさになるわけじゃないですか。フォルテシモだとね。だから音量とか声色とかも全部変わるんですよ。だから今の音楽感の中でのメゾフォルテ、今の音楽感での中でのメゾピアノっていうのがちゃんとできるようになってくるとものすごく面白くなる。空気感が今静かな場所に行ったのに、そしたらそこでのフォルテっていうのは一緒でフォルテシモっていうのはいつも90度じゃなくて、その感覚でのフォルテシモはこれぐらいだけど、サプライズのフォルテシシシシモを叩きたいんだったら90度にしても全然構わないみたいな感じですね。だから、現場に合わせた、だからアクセント移動っていうのももうだから最初はもう2種類でいいんですよっていうふうにやってもいいんだけど、上手くなってくるとまあ最後できてないねっていう感じですかね。こういうこのその場に応じたちゃんとアクセント移動ができなきゃいけないですよっていうことですね。なのでその時に一時期やっぱ僕もすごく練習したのがダウンタップタップアップをきれいにつなげる練習。ダウンタップタップアップ、ダウンタップタップアップ、ダウンタップタップアップ、こういうふうにしない、こうやって握りしめたりしない。同じ感覚で高さだけが変わってるっていう状況を作るっていうのがものすごく大事かなと思っております。
まあこんな感じですね、今日言いたいかとかはこれですね。アクセント移動するときに皆さんがよくなりがちな握りしめないアクセント移動、ちゃんと同じ音色でのアクセント移動を作っていくっていうのをぜひ心がけてください。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。